こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は、42式総合太極拳の詳細動画解説になります。ぜひご覧ください。運章の説明を行います。西方向に陣式イエマフェンズを行った後から、右の角先を内に入れます。南方向に左足重心。左かかとをやや内に入れて、つま先を正面に向けます。右の足を寄せ、手を左側に移動。左の足を開くことによって、手を右側。左手首の高さの肩の高さ。右の手首は右の肩の高さにします。西方向にイエマフェンゾンの後、南方向を見ます。右つま先を内に入れた後、右の足を左方向に寄せましょう。左の足を開きます。右の足を寄せましょう。ではもう一回。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また私の著書 DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。